皆さんこんにちは、アリッサこと坂巻アリサです。本日は私のデジタル写真集オンとオフの紹介を皆様にしていけたらいいなと思っております。イエイ。まあ、この写真集タイトルでもある通り、あの女優としての坂巻アリサのオンとプライベートとしての坂巻アリサのオフっていうのをいろんな坂巻の、ね、面が見れますので、ぜひお手に取っていただけたらと思います。まだ暑かった時期なので、8月の最後とか8月下旬とかに撮りました。暑かったです。すごく紫外線もすごかったですし、ただなんか台風が来てた時期かなんかで、その天候大丈夫かなっていう心配もあったんですけど、私の撮影の日だけカンパンデリ、雲一つないっていう日だったので恵まれておりました。はい、ではですね、お気に入りの写真を、デジタル写真集の中からお気に入りの写真を3枚選びましたのでご紹介していきます。まず1枚目、こちらです。はい、こちらはですね、これ海での撮影だったんですよ。最後ら辺の撮影で、そのカメラマンさんの方から、よしじゃあ寝転がってみようかって言って、その砂浜に、全然波打ち際でその水とかも海とかも来てる状態なんですけれども、こう来ても気にするなと、ど根性でっていうのであの寝転がって撮影したものになりますね。あの最後とは思えないあの決め顔で、このちょっと儚げな表情と、あとはそのライティング感、その太陽の照ってる感じが好きですね。ちょっと砂がついてる感じも、なんかエモいな、砂まみれになりました体。あの終わった後に自分の体見たらすごい真っ黒けけでびっくりしたのは覚えてますけれど、はい、では2枚目はこちらです。こちらはですね、あの、まあ、毎日筋トレをしておりまして、まあ、中でも腹筋とお尻をやってるんですけれども、こちらはこう腹筋のカットとなっております。私 の, あの努力の結晶の腹筋ではもともとこうスポーツをしてたので、筋肉自体はつきやすい体なんですけど、分数としては全然5分とかなんですけど、毎日ちょっと継続は力なりということでやってます。お尻も6分くらいの筋トレを毎日 YouTube であるんですよ。お尻筋トレとかって言ったら、仰向けになってこう腰だけ上げる筋トレやってます。ただめんどくさいなとか疲れたなっていう日はちょっと足バタバタさせたりだけとか頑張ってます、日々。でもこれもあの裏話なんですけど、またこれも YouTube で1日で腹筋割れる運動みたいなのがあるんですよ。それをちょっとやりました、前日に。私お菓子大好きなんですけど、お菓子もこの撮影の日のために立ちましてですね、で前日もう本当にお腹空きすぎて、こう夜中目覚めたぐらいお腹空いてたんですけど、こう当日入って皆様から「わあ、なんか前より痩せたね」とか「絞ったね」って言われた時はすごい嬉しかったです。まあ当日たくさん食べちゃったんですけどね。では3枚目はこちらです。これはどちらかというと、こう題名のオンとオフのオフの方の坂巻ですね。なんかちょっとちょけてる感じとか普段の坂巻に近い表情です。これ絶対あの普段のこうなんていうんですか、撮影とか写真集の撮影とかってなったらこういう表情しないというか、多分このスタッフさんとそのカメラマンさんとっていうので多分出てきた表情なんじゃないかな。結構オフな坂巻です。まあでもそうですね、今日も頑張ろうね、ほーい、うーんみたいな多分そんな感じだった気がします、はい、一番最初のカットです。ちょっと少女っぽく自分で言うんだって感じですねではまだまだ他にも好きな写真がありますので紹介していきます。こちらです。ポン。こちらはですね、こちらもオフ、どちらかといえばオフの坂巻で、あのそれこそ面白いことを多分カメラマンさんがおっしゃって、それに笑ってる表情です。これ楽しかったんですよ。あのなんか建物の屋上かなんかに登って撮った写真で、もうあの手すりも何もないような
ところだったので、落ちたらもうアウトってところで撮影した写真です。もう晴天 でしかも周りはそのブドウ畑とかそういう山とかもあって綺麗でした。気持ちよかったです。あの風が強い日だったんですよ。だから風になびいてるチュールとかもすごい可愛くてポイントです。あのですね、これ私最近びっくりしたのが、あの16診断、性格16診断 MBTI っていうのを知ってますか皆さん。すっごい最近流行ってるんですけど、私あの結構前、1年前くらいにあの調べた時は ENFP っていう結構外交的な、あのみんなと仲良し、コミュ力も高くてイエーイ楽しもうぜっていう感じのキャラだったんですけど、つい最近やりましたらですね、まあよくわからないですけれども、あの正反対になってたんです。これなんでかなって思った時に、多分まあガッチャードも始まりまして、仮面ライダーあのお仕事に集中しようっていうので仕事第一人間になったんです、私。でそうなった時に、あのなんだろう、一人でいる時間が楽しくなってきて、もうずっと一人でいますね。オフの時は一人でずっとこう携帯で YouTube みたいに、あとは最近朝ドラ見るのにハマってしまって、あの U-NEXT の、あ、ね、NHK の作品ずっと見てます。オフはそんな感じですね。もうでも家族が大好きなので、お父さんと一緒にサイクリングに行ったりとかっていうのはあります。家族とはいっぱい話す。ただ最近初対面の人とお会いするときは結構こう尻込んでしまう。はい、そういう人間です。慣れてきたら騒がしい、はい、初対面は騒がしい。はい、ということで、ここら辺でぼちぼち終わろうかなと思うんですけれども、あの今回ね紹介したカット以外にも素敵な写真カットたくさんあるので、皆さんぜひ私のデジタル写真集オンとオフチェックしていただけたら嬉しいです。感想も教えてくださいというわけで、OK、というわけで坂巻ありさでした。ありがとうございます。